地球大気の延直構造中間圏海面は中間圏と熱圏との間で温度が最も低くなる場所。太陽による加熱の不足やかなり強い二酸化炭素による放射冷却に伴い、ここの温度は低、摂氏100度と地球大気で最も低温である。長らく中間圏海面の高度は 85km ほどと考えられていたが、 近年のより高高度での観測やモデルを用いた研究により高度 85km 付近に加え高度 100km 付近により強い低温のピークがあることが示されている。もう一つの特徴は中間圏海面異常とも呼ばれ中間圏海面では冬より夏の方が温度が低いことである。これは空気の循環が夏の局での上昇気流と 冬の極での下降気流を促進するためである。上昇する空気は膨張して気温が下がるので、夏の中間圏海面に低温がもたらされ、逆に、下降する空気は圧縮されるので、冬の中間圏海面での消温を促す。中間圏海面では、夏の極と冬の極との循環は、平均的な東西の空気の流れに逆らえるだけの運動量を確保する。 重力波の散逸によってもたらされ、それが小さな南北の循環をもたらす。近年では二酸化炭素の増加による地球規模での気候変動についての研究で中間圏海面が注目されている。温室効果ガスが気温の上昇をもたらす大流圏と異なり、中間圏では二酸化炭素の増加が放射の放出を促すので温度が低くなる。これは ある程度の効果をもたらす。すなわち、中間圏海面では、二酸化炭素の増加に伴い温度が下がるはずである。この気温低下の規模に関わらず、観測結果も中間圏海面での温度の低下を示しており、さらなる研究の対象になっている。この現象についてのモデルを使った研究も行われている。ありがとうございます。